ステージミックスアプリは2010年にリリースされましたが、アップルが初代 iPad をリリースしてわずか数ヶ月後のことでした。その後も継続的にアップデートを重ね、非常に優れたツールとなりました。このビデオではステージミックスを使う上で便利な Tips をご紹介します。今回は CLQL シリーズ用のステージミックスを使います。まずチャンネル EQ カーブの下に緑か青のドットがある場合は、バーチャルラックのグラフィック EQ または追加のパラメトリック EQ がインサートされていることを意味しています。サムネイルをスワイプして選択し、タップで EQ 画面が表示されます。画面左下の矢印でチャンネルを送っていくこともできます。また長押しすると同じ EQ タイプの別チャンネルを直接選択できます。次に EQ からパンに移ります。 ST または M の表示にタッチすると、チャンネルからマスターへのルーティングを設定できます。次にチャンネルネームをダブルタップしましょう。名前をつけたり色を変えることができます。次は線ゾーンフェーダーモードです。ミックスバスはスワイプまたはタップして選択できます。画面上部にミックスマスターの設定があり、ナッジボタンで細かくレベルの調整ができます。プリポストの切り替えボタンもあります。長押しで全チャンネルを設定するショートカットが表示されます。次にアウトポートを見ていきましょう。ここでは出力ポートのレベル、ディレイ、フェーズの設定ができます。レベルをタッチするとナッジボタンで細かく調整できます。出力ポートの割り当てをダブルタップすると、出力チャンネルから出力ポートへのパッチも設定できます。画面上部でポートをスクロールしたり、長押しして直接ポートを選択できます。次は出力から入力に移りましょう。まずはゲインページからです。入力ポート名をダブルタップすると、インプットパッチを変更できます。画面上部でインプットチャンネルをスクロールしたり、長押しで特定のチャンネルに飛ぶこともできます。さらに便利なオプションもあります。こちらでダンテのポート ID またはダンテネームを表示させることができます。これらはダンテコントローラーでダンテ送信チャンネルに使われる名前です。さらにこれらのダンテネームがコンソールのインプットチャンネルにコピーできます。ここを押すだけです。ダンテコントローラーでネットワークを管理されている場合は大幅な時間の節約になります。最後にユーティリティメニューが3つのページに拡張されていることをご紹介します。1つはミュートグループ、エフェクトのタップテンポ。もう1つはコンソールのオシレーター。そして最後は2トラック USB レコーダーです。いかがでしたか？これらの Tips を使ってよりステージミックスを便利にご活用ください。ステージミックスの最新バージョンなどについては、ヤマハプロオーディオサイトをご確認ください。